皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。めちゃめちゃ面白い小説、最高傑作小説と言っても過言ではない素晴らしい小説を見つけましたので紹介したいと思います。自転しながら好転する新潮文庫、山本文夫著ということで、Kindle 読み放題になってたんですね。Kindle 読み放題、本当にすごいです。こんな本が定額払うだけで、毎月980円読むだけで、払うだけで、この本とか、それ以外の本もいくらでも読めるって、本当に Kindle 読み放題すごいと思うんですけど、Kindle 読み放題じゃなかったら、この人の本読まなかったと思うんですね。別にこのタイトルだけ見て買いたいとも思わないですし、この山本文夫さんっていう作家さんを私、今まで読んだことがなかったので、まあ、なかなか読んだことのない作家さんって手を出しにくいじゃないですか。でも読んだらね、めちゃめちゃ面白いです。これすごいです。ぜひ多くの人に読んでほしいということで、素晴らしい小説なので、ネタバレせずに紹介します。ネタバレしちゃうと読まなくなっちゃうと思うので、ぜひね、ネタバレしない解説なので、ちょっと参考にしていただければと思いますけれども、まあ、とにかくですね、まあ、Kindle 読み放題になってましたということで、もしかしたらすぐまた Kindle 読み放題じゃなくなっちゃうかもしれませんけれども、まあ、この本だったら買って読んでも全然損はないと思います。で、初めて読む作家ですけれども、とにかくめちゃめちゃ面白かったということで、もうとにかくね、恋愛、結婚、仕事、まあ、友達関係、親子などなども、あるあるな感じなんですよ。いや、絶対こういう人いるよねとか、もう絶対こういう悩み持ってる人いるよねとか、まあ自分もこういうような悩みを持ることもあるよねみたいな、本当になんかリアルな日常のなんかその出来事で、しかもその感情の揺れ動きとかも、本当に絶対こういう悩み持ってる人いるよねっていうのが、もうめちゃめちゃ凝縮してるんですよね。すごいです。もうこれ以上言うとネタバレになっちゃうので、もうこれ以上は言いませんけれどもっていうところですね。で、まあ、一つ、まあ、ネタバレではありませんけれども、この小説を読んでやっぱり思うことは、やっぱり人生を幸せにするのか不幸にするのかは、自分軸を持っているのか、でもっと言うんだったら、他責にしない、要は他人のせいにしない、全て自分のせいだと思うかどうか、それによって人生ってこんなにも変わるんだなっていうのがわかります。要は、なんていうか、なんつったらあれですけどね。要は常に誰かのせいにしている。いや、社会が悪いんだ、会社が悪いんだ、景気が悪いんだ、いや、彼氏が悪いんだ、いや、旦那さんが悪いんだ、会社が悪いんだ、みたいな、政治が悪いんだ、みたいな。とにかく、他責にしている限り、やっぱ、人生って良くならないんだな。で、やっぱ自分がどうにかしようと思った途端、ダメな人でも急に良くなったりするんだなっていうのがすごいよくわかるんですね。だからそのテーマとしても本当に素晴らしいなと思います。というわけで、これね、ぜひ読んでください。本当に素晴らしい小説です。概要欄にリンクを貼っておきますけれども、最高傑作といっても過言ではない素晴らしい小説、ぜひ読んでいただきたいなと思います。自転しながら好転する新潮文庫山本文夫著ということで、もう本当に Kindle 読むので絶対入った方がいいですよ。もうこんな素晴らしい本をお試しで読んで、おわ、面白いっつって読めて、で、他の本も読めるんですから。もうめちゃめちゃお得です、Kindle 読み放題ということで。しかもね、紙の本じゃないといいのは、結局、いや、なんか、ちょっと移動時間で暇だなって言ってみて、あ、何これ読み放題じゃんっつってダウンロードして、あ、何これめっちゃ面白いじゃんっつって、で、読み終わったら返せばまた次の本借りれるんですよ。でも紙の本なんか、本当にね、紙の本じゃなくても、全然小説とかも断然、Kindle がいいです。もう紙の本にこだわってるやつはオワコンだと思ってますけれども、本当に Kindle 素晴らしいので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。